意外になんかやっぱりこの日常にやっぱり愛を注ぎたい。どうする？ただ食べてばっかりやん。何食べてるんですか？何食べてるんですか？何？何食べてるんですか？こんにちは。お家どこか教えてあげて。来たら早く。どうぞ。大丈夫。はい。よいしょ。よし、僕はちょっとオフなんでアイス食べます。食べる？もう一口食べる？うん、食べる。自分のがいい。自分のがいいですか？チルペタペタ。ほどすの？ほどすの？シェなんかせっかくなんで遊びたいなって言いながらも、なんかもうテレビ見てたらもうべったりになっちゃうんで、なんかこういう天気いい時とかは、じゃあ一緒にちょっと外で遊ぼうとかなります。僕もでもアニメとか見ないと会話に追いつけなくなるんで、急いで一緒に見てね。あとスケボーで、スケボーで、はい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 、スケボーで。でも曲がれないよ。で曲がんなくて、ここから行って戻ってくるやつ持ってきて、まっすぐ。お上手。でかい。集中してないとあんまり遊べないじゃないですか。なんか意外に、なんか自分のことできちゃうんで。なんか携帯いじってたら、なんか携帯ばっか触ってるってやっぱ言うんで、はい。すぐしまいます。子供の成長、子供と言ってることをやっぱり新人の子とかに言うときめっちゃあるんで。でもなんかその言い方だと伝わったなっていう時やっぱりあるんですよね。ね。できたよ。なんかアコが拗ねて、ね、朝行かないって時とかに、あ、当たっちゃう、当たっちゃう、助けて。なんか、行くよじゃなくて、なんで行きたくないのとかってちゃんと聞いたりするのが、そんな聞き方しないですけど、大人には。でもなんかそういう角度で一回、なんか寄り添ってあげないと子供って絶対、いいこと聞かなかったりするんで、何してんの、なんで嫌なの、何やしたくなかったんだとか、なんかそんな感じなんですけど、僕全然そんなのやってなかったなって思って、子供生まれてなんかそういう話し方をなんか考えるってよかったなって思います。めちゃめちゃ子供の成長と同時にスタッフも成長してるような気もするんで、見てて楽しいですね。自転車やるか。ちょっと待ってて。食べてばっかりやん。してもいい？パパ。いいよ。一回戻ってきて。うん、よかったい。パパだな。落ちちゃうんじゃない？落ちちゃうんじゃない？パパ、止まんな。はい、ごめんなさい。ごめん、ごめん。ごめんね。食べてばっかりさん。ご飯食べれんの？ジョアじゃなかったおやつ。おやつ何食べたの？コーンケーキに出て。キノコケーキ。椅子座って、ねねねね。くれないとか言う。かっこいいね、あれ。はい、もう聞いてない。はやぶさ見た。お家にお腹入りたい。行くか。おったおったおった。せーの。バイ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 。見たい。休んでる。お茶飲む。大丈夫。飲んだ方がいい。ポール・トーマス・アンダーソンっていう人の映画結構好きで、なんかすごいいいんですよ。なんかカット割りが全然おしゃれなんですよね。もうすでに本当になぜかエヴァもちょっとあるじゃないですか。なんかその間を良しとするとかが、なんか映画でやるのはこの時代にはすごかったなみたいなのが、なんかポール・トーマス・アンダーソンの映画知りました。
ね、これおしゃれ系の会話です。アベンジャーズ、アベンジャーズとかワイルドスピードが好きです。じゃあ、僕で見てもらう。あ、寝てていい。なんかめちゃくちゃ正直話すと、もうはっきり言うと、努力しない人確実に消えちゃうんだろうなって思ってるんで、厳しい環境に身を置けば多分それなりについてくるものあるんですけど、それってやってるだけになっちゃうんで、厳しい環境に置くだけではもうダメになっちゃって、でさらにその中で自分でなんか独立心というか、なんか自分でやろうっていう気持ちを行動に移してさらに結果を出していくっていう人って本当多分 1% ぐらいかな、 5% 以下ぐらいなのかなって思うので、なんかそこに入りたいのであれば何かを捨てた方がいいなってめちゃめちゃ思います。例えば持ってるお金全部捨てた方がいいです。全部美容に投資しちゃった方がはっきりしますね。意外になんかやっぱりこの日常にやっぱり愛を注ぎすぎ、もう僕もすごい注ぎたいので、将来注ぎたいので今頑張るしかないなっていうフェーズを今ちょっとグラデーションのちょうど真ん中ら辺なのかなとは思ってるので、やっぱ将来子供たちが大きくなった時に自分も現役なんですけど、美容師としての姿も今見せつつ、より経営者として成長していけたらなっていう、美容師だけじゃない、美容師ってサラリーマンなので、サラリーマンだけじゃない姿を見せれたらいいかなっていうのはすごい思いとしては、父親としてはあるので、まあ、男性の方は父親になるのかなって思うと、もし父親になるのであれば、なんかその子供たちにどういう姿を見せれるのかなっていう限界値までやっぱ挑戦し続けるみたいなライフスタイルは僕はなんかいいんじゃないかなと思ってるので、 でも技術はもちろん大事だなって思う反面、やっぱり勉強した量が実際その自分を高めていった高めていくのかなと思うので、なんか自信になる部分もあるし、実際その他の人たちと話した時にちょっと音量今結構コロナできついっていう人たくさんいるんですけど、美容っていう技術ももちろん大事ですし、 SNS もやんなきゃいけないし、でも最終的にどこまでやりたかったんだっけなっていうところに早くなんか自分のその全てを投資できるとなんかよりいいんじゃないかなと思ってるので、一旦でもそれをやんないと家庭を持った時とかその他の人を抱えた時にさらにそこに自分の思いを溶かすっていうのはあんまり良くないパターンなのかなって思うんで、なんかその前にまず自分がまだ結婚してなくて子供がいないタイミングでできる限りのやっぱり勉強とかをすごいしといて、で、あ、こういうのやっていくとやっぱよかったなっていう勢いのまま本当にやりたいことに一人で突き進んでいくっていうのがかっこいいんじゃないかなって思うので、触った感じがないって感じにできるのが一番理想な長めになったかな、ちょっとまあロングとロングが多めでいいな。今日は、特別友人セミナーでもあるんですけど、りょうくんのブリックはどちらかというとブリーチとかカラーとかしてて、で僕は、パーマがもちろん得意でパーマ学びたいっていうのはすごい熱望で連絡来て、東京のサロン実はあまりその情報がめちゃめちゃ出したくない部分もあったんでやんないんですけど、特別そうであまりパーマもともとかけてないっていうサロンにはちょっと入り口が昔のやっぱパーマと本当危険なんで失敗してほしくないんですよ。それで前髪パーマっていう簡単なところから始めてほしいんですけど、前髪失敗したらもうね地獄なんで、そこを一番自信あるところをよかったらどうですかっていうのをちょっと言ったら、あ、ぜひってなったん でこの距離でオフラインでできるのってなんかならではかなって思うんで、なんかあんまりその今そういうのが良しともされてないかもしれないので、まあ、この機会に本当にどういう言葉で話すのかっていうの僕はちょっと勉強にはなるんですけど、あっちもなんか普段では聞けないスタイリストでもうなかなか勉強できなくなってくるので、なんかそのスタイリストがやっぱり勉強できるっていうタイミングをなんかよりもっと面白いものにしていきたいので、動画の方でもオンラインでもオフラインでもどっちでもやれたらなっていうので、ちょっと今日オフライン久々なんで僕も緊張したんですけど、まだかかるといいなっていう思いながら今やってます。まあメッセージとか直接お会いしてやり取りしてる中で、まあなんかパーマに対してこう抵抗がなくなってきたりとか、こうもっと知りたいなっていうのを純粋に思ったので、今回まあこういうセミナーみたいなのを LinkedIn でやらせてもらってるんですけど、まあ
常にこう上を目指していかないとやっぱり置いてかれちゃう感じとか、まあ周りの人が頑張ってるのを知ってるので、やっぱ僕らがもっと頑張んないとこう今のままで終わっちゃう感じがするので、まあ、より上にみたいなところで、まあ、お客さんにもっと支持されたいっていう思いが、まあ、原動力になってるのかなと思います。改めて本当になんかおしゃれな今時のパーマのスタイルを一番表現できるのが山下さんだなって本当に身近に感じていて、なんか自分はブリーチ毛が多いのでパーマの技術とか落とし込みにくいんですけど、いずれは幅を増やして山下さんの技術を自分にも落とし込めるようにしたいです。インぐらい入れたところと緩いこういう感じの時とかはめちゃめちゃコンサテンポ、ただその代わり根元にリッチが出にくくなる。マジ難しいよねこれ。別に根元出したくないから、これどんどん下にやってるイメージかけて、内側かけてジェルだとちょっとより顔巻いたいです。ちょっと写真撮ろうかな。いいですか？はい。ラッキー。怖い。じゃあ、8写真撮っていい？隠れる時に、そう、ここの耳の上のジェルとオイルの量だから、これがやばいんだけど。ありがとう。ありがとうございます。いただきました。大丈夫そう。大丈夫そうですか。めっちゃ大丈夫です。イエーイ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ。じゃあ、多分周りに、なんだろう、結構いい父親してるねみたいな感じで見られてたと思うんですけど。そっちよりなんか仕事してる部分の方がなんか私は尊敬できるなってすごい個人的には思ってます。僕の1年目ですか。僕1年目もどこでもかん何でもかんでも寝ちゃうので、セクションで立ってて寝てたんでめちゃくちゃ怒られましたね。で1対1で店長に1対1で怒られてるのに寝たんですよ。本当に怒られて、言い訳が南緑の代表の佐野さんだったんですけど、佐野さんの目ってすごい綺麗なんですよ。吸い込まれそうになって寝ちゃいましたとか言って、わけわかんないクリエイティブなこと言ってたんですけど、でもな、努力というか、勝手にカットしてたんですよ。モデル呼んでめちゃめちゃ怒られましたね。お前シャンプーしかできない、何カットモデル呼んでんだよみたいになって、そうなんだみたいな、やだなみたいな、めんどくさいなって思ったんですけど、じゃあカットモデルやめて言ったんですけど、まあ夜な夜な勝手にカットしてましたね。もう1年目から別にカットなんてできるんで、カットしたかったんでしてたっていうのをずっと繰り返してたのと、あとあまりにも貧乏だったんで、カラーモデルをたくさんやることでちょっとでも材料費プラス1000円ちょっともらって、でその1000円かける15人やれば1万5000円かみたいな感じで、1日本当に休みの日全部使ってカラーモデルやってで、やってたら上手くなって、言いますよね、ある程度上手くなって一人で掛け持ったりとかし始めてもう営業以上にハードな休みをやってスタイリストデビューとかアシスタントリーダーとかになる頃には手荒れがすごいひどかったんで、本当にやめようともなんとも思ったし、逃げようとも思ったんですけど、1年目の時は手もほとんどあんま寝なかったですね。もう本当にめちゃくちゃな感じで生きてたんで、中野に住んでて渋谷のサロンに通ったんですけど、もう自転車で事故るわ自転車で事故るわ、もう1年目じゃかかんないですけど、もう正月明け仕事一発目の時にもう飲みまくったのに自転車で帰って、挙句の果てに先輩お疲れですとか言って、そのままもう寝ようと思って自転車で道路の真ん中に寝ててでいろいろもう汚れたまんま駅前に警察に連れて帰って放置されて、そのまま放置されたまま駅前を押しまくって、先輩に起こされて5時間遅れていくとか本当にダメどころじゃない、よくやってたなって感じだったんですけど、まあ、本当にまあ先輩にもうついていきまくって、もう一切お金を持ってない業種でしたねどれ、報告もらえた30歳ぐらい、35歳ぐらいって結構
超狭間だと思うんで、僕らとしては僕らゆとりなんでって言って結構いい感じに切り抜けてくるんですけど、僕らどっちの気持ちも知ってるんで、どちらかというと上寄りになるじゃないですか、気合いとか精神論とか。でもそれを含めて、ごめんなさい、それも含めて、な今っぽく努力してる感じと裏でこそれんしてるっていうのをやっぱ組み合わせるとハイブリッドになるかなっていうのがあるので、どっちも精神的にすごい追い込む部分もあれば、ちょっと楽してるようなライフバランス残ってるよみたいな感じも必要かなって思ってるので、そこがでも先輩たち見ててよかったなって思ってます。ありがとうございます見てたら